北条十字は、鎌倉時代前期の武士、北条氏の一門。鎌倉幕府二大執権、北条義時の三男。母は、正室で、引き友宗の娘、姫の前。極楽寺流の祖。六原丹大北方、鎌倉幕府連署など、幕府の養殖を歴任し、第三大執権の伊坊に北条安時から、娘婿の第五大執権。 北条時寄を補佐して、幕政を主導しながら、鎌倉幕府政治の安定に大きく寄与した。六原殿子家君、極楽寺殿古小息の作者で知られる。研究9年6月6日、源頼朝死去の前年に、北条義時の三男として、鎌倉で生まれる。母は、頼朝の仲介で義時の性質となった姫の前で、父義時は36歳。 同母兄の朝時は6歳、伊保長兄安時は16歳の時である。兼任3年、6歳の時に、比企吉和の変が起こり、母の実家比企一族が、吉時ら北条氏によって滅ぼされた。姫の前は、吉時と離婚して上洛し、源の友近と再婚した3年後、十字が10歳の時に、京都で死去している。あずには、兄安時、 朝時、伊伯帝、正村、兼康の原服記事があるが、十字の原服の記録はなく、原服した頃と思われる時期には、母が刑で亡くなっており、あまり恵まれた少年時代ではなかったと見られる。建略2年、15歳の時に義時の嫡難であった、同母兄の朝時が、父の歓喜を被って偽絶されている。上級元年に22歳で、小侍諸別当就任。 現任元年6月13日、27歳の時に、父が死去し、イボ兄の安時が三大執権となる。寛義2年3月、京都で六原丹大北方を務める安時の着手で、老いの時氏が病となったため、公認を受けて鎌倉から上落し、33歳で六原丹大北方に就任。以降17年間六原の最高責任者となる。 御成敗式目制定に関して、安時から十字に宛てた書状はよく知られている。任時三年の幕府による小佐賀天皇擁立の際には、十字の同母、妹武殿を妻としていた、土見門正通りと連携して工作が行われた。同年に、執権安時が重病となると、六原丹大南方の重帝時盛と共に急ぎ、鎌倉へ下った。 安時が没すると十字は六原に帰任したが、時盛は鎌倉に泊まったため、短大は十字のみとなり、最後の五年間は十字単独で任に当たった。安時の死去にあたり、同母兄朝時は、安時の後継をめぐって不穏な動きを見せているが、その詳細は不明。安時と朝時の間は疎遠であり、その没後も、 両者の家系で着流争いを続けることになるが、十字は一貫して、長兄安時との関係は良好で、十字の家系はその後も、安時の家系特捜家を支えている。還元4年、宮相道により、前将軍、藤原頼常が経営、強制送還される。この年の8月、十字は、御佐が上皇院仕を室差氏を六原に呼び、五大執権となった。 北条時よりからの書状として、事件に関与した旧条道家府市の公鉄を、誤差が上皇に相乗するよう要請し、幕府と上皇の仲介を行っている。9月1日、時よりは、三浦安村に対し、自分の相談相手にするために十字を京都から呼び戻したいと打診したが、安村は固くなにこれを拒んだ。法時元年に、執権時よりと外籍の足立知らが、 三浦氏を滅ぼした法事合戦において十字の動向は不明であるが、接点のない時よりと、表記の間には、母方が同じ筆き師であり、高野山にいた足立影森の介在があったと思われる。三浦氏滅亡後、50歳の十字は時よりの要請により、鎌倉へ戻り、おじ時ふ氏し後に空席となっていた連署に就任し、時よりを補佐した。六原丹大北方は、 次男の長時が就任した。十字の長女火災殿は時よりの性質となり、後の八大執権法上自習を生んだ。県庁八年に出家し、引退後は極楽寺に隠居した。連所は弟の正村が就任した。同年執権時よりが病で出家したため、六大執権には長時が就任している。同年、赤里が猛威を振るい、 宇都宮京津にについでいた十字の娘がこれが原因で死去している。校長元年6月1日、十字は病に倒れた。あずまでは、川わやで、異により、心身も大然になったとされ、以後は、起こり病のような症状となったという。鶴岡八万宮別当の高志弁に6月11日に、家事してもらったところ、高志弁は6月22日に症状が回復すると、 告げたその予言通り、22日に十字は病気から回復し、6月25日に喜んだ十字や、一族は高し弁に、馬、南帝、剣などを送った。それから5ヶ月後の11月3日、極楽寺別行で病死した。去年64。死因は不明だが、6月の病が再発したとも言われる。あず鏡では、発病の初めより万事を投げ打ち、 一心に念仏す。少年に重視、終わりを取ると、うんうんと記され、熱心な念仏信者であった十字らしい最後であったと言う。墓所は、極楽寺で、葬儀は十一月六日の虎国に行われた。正室、神田儀期の娘、絵柄に西妙。ため時の拝着後添遠になる。形室、平はじめ親の娘長時が着難となって、以降正室となる。 校長年頃死去。即室、築前局、出自不明。即室、小和言、または小御所、出自不明。母不明、静岡県にある当然寺は、十字の着難、石川式部勝重が混流したという伝説がある。政治姿勢は、浄土宗の影響もあり、部民を基礎としたものであり、当時の幕政に明確な統治をもたらしたとする評価がある。 六原短大時代、十字の就任以降はそれまで目立っていた、在京御家人の乱業が減少している。演者が問題を起こした時には直ちに捉えて、六原に突き出しており、任務に対して、迅速、公平、厳格に努めた。十字の念仏信仰を攻撃した、日蓮も十字個人の人物については、極楽寺伝は意味しかりし人と、好意的な見方をしている。 殿村信子は、十字が残した歌から、優しい部分もあるが、かなりの劇場家であると推察しており、川添正二は配慮のきく慎重な人柄だと、表している。石井清文は、自身の鎌倉への帰還は、三浦安村に阻まれたものの、着難の長時を、法事合戦直前の5月に、鎌倉に下校させていることを指摘した上で、十字は、法事合戦においては、 表向きは動きを見せなかったものの、鎌倉、京都両方に広がる自分の人的つながりを活用して有利な政治情勢を作り出しており、三浦安村の妨害によって鎌倉へ帰還できない状況にあり、実際に戦後に鎌倉へと帰還して時寄りを要しながらも実質的な権力を得た十字こそが法事合戦のプランナーであったとしている。また十字は、 北条氏の着流である特捜家を絶対視しておらず、あくまでも実績で評価しており、時折政権当初は執権である時折より十字の移行が優先される場合もあった。十字存命中は特捜を中心とした寄り合いも開かれておらず、あくまでも兄、安時の築いた合議制による執権政治路線を維持し、時折を政治家として訓当した。 また家督争いに敗れ政治的敗者となった北条時盛の娘を以前からの約束を守り着難長次の妻に迎えている。十時の息子たちは皆母親が異なっていた。そのためエジは自分の死後息子たちが所要の配分をめぐって圧力を起こし独立することを危惧した。そのため家訓の中で兄弟の結束を固くすることを説有した。 これが走功してか、十字の息子たちは互いに、また北条特捜家との間に、大きな不仲を起こしていない。和歌などの文化的活動も行い、玉洋和歌集、潜在和歌集にも歌が収録されており、藤原定家とも信仰があったとされる。著作に家訓として伝わる、六波なの五家訓、極楽寺殿五小則があり、武士の家訓としては、最も古い。悲観に、スケ文親、 清、佐治さ家、し野義え、のなどがいる。日付は旧暦。ありがとうございます。